駆動版。なんでここだけボルトなの。Thank you.
動画を撮るように、設定はね今しました。で雨が降りそうなんで急いでね、発信していきます。今日明日しか雨が降らないのでちょっとね今日できるだけ巻きたいのでやっていきます。からかけてやるのがコツみたいな。しっかりここを押さえてやれば気が詳しくちょっとできるような感じです。巻きゴンベイで終わりました。巻き終わりました。90センチ畝に6畳でですね巻くことができました。多分1万粒中の多分3000粒ぐらいは巻けたんかなというような感じです。まあ、ゴンベイすごくね、楽ちんで一瞬で終わりましたね。まあ、強いて言うならこれ自立しないので自転車みたいにね足をカチャンとして止めれるようにできればねいいなとは思いました。で前回動画で粗い土をね綺麗に何回も何回も畝立て直して、手前はね綺麗なんですけど奥まだねちょっと土作りが浮いててなかったとかありますが、まあそこはねそのままの状態で人間にできればなと思います。まあ、分からないですけどね。まあこの中で、8割ぐらい8割ちゃ言わんな5割ぐらいでもいいんでいいのがね取れればよしとしようかなと。さーっと降りました。いい感じですね。ドンピシャで雨が降ってくれました。よかった。ちょっとサムネにしようかな。パシャッと。じゃがいも前回植え、前回植えて、今日ですねこの人参いい感じで筋がついてますね。気持ちがいいですね。でこの畝と畝の間のね山、
潰れてないとこはここね大根を巻いてみようと思います、まあ、僕の大好きな先生がね米山のこういった、盛り上がったところですね、こういったところに大根を巻いたりして、工夫をねされていましたので、せっかくね種まきゴンベ手に入れましたので、もうこんなねちょっと歩きにくそうなところでもゴンベ走らせればスーッとね種まくことができて、平らにね綺麗に鎮圧してくれます。なのですごくね便利のいい機械買ったなと本当に思いました。ああ正直ね今トラクター代、あとここの農地代と、あとリース車のお母さんの車のリース代ですね、あとインターネットホームページ作りますので、そちらのね今度経費かかっていきます。でその辺ね支払いで今もうずっとねちょっと払えてない状態なんですが、そちらの方はですね奥さんにお願いしてちょっとね払ってもらおうかなと思っております。でもねこういう種まきゴンベ資材投資をしないと、これね一個一個手巻いてたら1日で、ね、やっとこの一畝終わるぐらいですよね。なのでもう効率よくね作業して先にね資材投資するのはね当然だと思います、まあ、僕はサラリーマンやってたので、黒字化するのにはねなんとかあの物ができてしまえばあとは売るだけなので、栽培をとにかくいっぱい作ってね、きれいな野菜、まあとにかくまあきれいじゃなくてもいいか、まあちょっとね最初はこんなデコボコした土、ゴロゴロした土でねまっすぐな人参できないかもしれないんですけど、まあそういった人参でもね、売る力はあります、売る場所もあります。なので、とにかくね